電線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車政府球場前行きです。次は南大塚、南大塚です。お出口は左側です。 Thank you for using the Seibu line. This is the local train bound for 西武球場前。 The next station is 南大塚。お待たせいたしました。不駅停車、西武球場前です。この電車途中、所沢には12時14分。所沢、14分。終点、西武球場前には12時30分。終点の西武球場前、12時30分に到着します。この電車は西武球場前です。Thank you.
でも、そう、その先生あ、あれだ、グラノット。
急行西武新宿行きお乗り換えください。ここで降りる？うん、降りない。所沢？うん、所沢で乗り換えよう。どこに？東山山に行く。その後この電車は西武球場前行きです。乗り間違いなさいませんよ。ご注意ください。中央線、JR 中央線に乗り換えます。準急池袋行き3番ホームから12時19分から、特急池袋行きその後12時22分から。小手橋行き、加藤行き、東海5番ホームを乗り換えください。小手橋行きは12時19分から、加藤行きは12時23分からです。この電車は西武球場前行きです。所沢から先の止まる駅は西所沢、下山口、終点の西武球場前の順に止まります。東村山、高田の方が出る新宿方面には行きませんのでご注意ください。所沢駅は手袋線下りホーム4番ホームの到着となります。出口となります。Thank you.
ちゃんとしてる。お父さん前にガッチリホールドしてる。うまい。一回中央線のタレでね、靴履いたまま抱っこしてる。そう、バンドの足でかすのめっちゃさ、靴のまんまさ当たって下に引っ張るんだよ。水のせいって言うだけなの。流されるやつだし、それあなた外歩かせてる靴だよねみたいな。キーホルダー、私キーホルダー。これは西心田が地方の裏口、西部90万円です。お待たせいたしました。七味までが豚丼なのに。じゃあ豚丼っぽい。七味確認しないと。七味なかったらじゃあ違うのに。七味なんですよ。これから毎日でしょ。昨日、ブー君の件が調べてくれた。あの200袋720円のやつ、アマゾンで買わなきゃいけない。でも買っとけば、それでさ、30試合ぐらいでペイできるよって、30試合全部豚丼みたいな。あ、豚丼みたいに食べるもん。いや、そうだけど。同じだけ食べれば。何にもなかった。どうどうこれ。全然お利用くださいね。昨日、ありがとうございます。すごい、あの、ジャムだったじゃん。上に来てたやつをリュックに買って、西所沢で、でもこっちほど降ってなかった。姉さんとさ、ずっと過ごした姉さんと、私大丈夫だもん。さあ、エフリックにさ、2人かなーって言った時に、さあ、自分食材みたいにさ、変な音でさ、息もできますよって、まず私の時は見た。あ、なんか駅行かねえしみたいな気持ちで、いやいや、一回いいですよ、だから駅いいからとか言うから、何つってんだろうな、せやらみたいな。私の死亡請求書前には12時30分に何が悲しくてお前が危うがすか、調子に乗ってるよ。そもそも、駅行かねえしな。しかも明日6時でも、ウーキンとオールプレイヤーと7と3時も行かなきゃいけない。前に立ちふさかったんだよ、あいつ。そう、なんかどっかのキャッチみたいな。さあ、私の中ではさ、ああいうやからって存在してないことになってるからさ、見えたら存在をアピールしてこないでほしいわけ。だから、お前の中で私の中でお前存在してないからこっち来んだみたいな感じで。22分発、妻と半分行きは24分の同じです。いろいろ主催をするわけで、そこから聞いた、なんかこう言われてる伝言ゲームのうちの中であって、その本家からうちのママのお兄さんの長男からお姉さんで、みんなに聞いといてみたいな話をしてて、でお姉さんがママに聞いたわけ。ママのお姉さんがママに
全然聞いてないよ。で、なんかね、ママに電話で、あなたたちの予定聞くようになんか出席確認、法事だから泊まりに来ないから、出席確認お願いしてるんだけど、いや、全然何も覚えてないわって言って、じゃあお金悪いんだけど、あなたがやってくれるんだよって、私の話が来て、で、兄貴とか。でパパにそれを連絡したパパも聞いてなかっただからそういう連絡事故だんだん来なくなっちゃう、うん、ママの姉さんはママの状況分かってるから何かあったらあなたに連絡するなって一応なんかママたちも行くって言ってるんだけど、まあ、ママの体調によってはちょっと分かんないっていうからじゃあ本家の人たちも一応いつまでが最終的になったか聞いといてって言ったらまた 1日から2日前でもいいよって言ってたよ言っとくわ何くはなんか学校の関係で分かんないって言ってたけど確認したら行くって言ってた最低でも私と毎日の出席になったそんなに困るよねだからさ言ったのおばさんねなんだったらパパに連絡してもいいんだよってそうでもなんかやっぱそこは遠慮するわけよ一応さ妹の旦那さんにさ妹を飛び越えて連絡ってさ、まあ、関係性からしてもちょっとおかしいじゃんもう乗れませんって言って Going. なんかさ、うちの親戚って例えばパパのママとかもおばあちゃんとかもそのママに何か連絡するとかってあんまりしなかったんだけどそうさ結婚すると結構嫁さんにさ全部連絡行くとかあるじゃんでもなんかそれはママとか気使っちゃうしっていうのでそのおばあちゃんは全部なんかあとパパに連絡したりとかあとはパパの兄弟同士で連絡取り合ってっていうのはあったから。そういうのがあるから、ママの家の方もそうなんだよね、同じような通りお互いのさ、旦那さんと奥さんに負担かけないように自分たちの家の家計のことは自分たちの話をってやるみたいなそれでパパのパパに言ってたんだけど、ちょっとそれは遠慮しちゃうところあるんだよね多分兄貴に言っても大豆忘れるから本当使えないなんでさ男の人ってさ家関係の話になると一気に使えなくなるんだろうね本当にそれが意味わかんないシリアスに捉えてないだけなのか単なるバカなのか奴隷みたいなさ病院の付き添いとかもさこの間のやつはもう私が言ってたのさ次は俺も行くからとかで判決で、それは何
に行くからっていうのはあなたの日程が確定しないと病院の予約も取れないじゃんみたいな。それそうじゃなくてさ、自分たちの予定を病院に合わせるんだよみたいな、それできんのみたいな。次は下山口、下山口です。お出口は右側です。できるんだったらそれはあなたの予約取ってくださいって言うの。そこまでは動かないわけよ。決まって自分が用事がなかったら行くよみたいなレベルなの。いやそうじゃないでしょって話じゃん。私だって病院が決まってからさ、有給取ってさ付き添ったわけだから、そういうのができないのに次は俺が行くとか言うわけ。俺が行くの背景にさ、いろいろ条件ついてるの理解してるみたいな。そういうのが分かんないんだろう。シグラの駅長なのに、ね、池袋とかだと東京駅の駅長すごいもんね。座ってるだけじゃない。いい椅子。ゲーミングチェア。すっげえ首もホールドすんのやめたいな。何かを具体的に繋がることとかないでしょ。まあそうだけど大変だよね。東京駅のロッカーにさ、赤ちゃん入ってるの知ってる？あと、スーツケースに女の人の遺体が入ってる。ああいうのとか警察対応かもしれない。すごいね、ロッカーに人の遺体を入れる。なんとなくなんかこの電車の話をして思って選手前駅大変だ。あれも超大変だろうね。イベントと野球がある時にさ、臨時便を何時に出すとか全部やったの。
んですよ、やっぱエスコンと違ってさ混んでるとスムーズに電車乗れるからいいよねそういうのはすごいなと思う。京セラ結構分散されるからね、駅が2方向あってさ、そうそうそう、あそこはね、ほら駅降りてすぐ行ける。そうね、駅降りてすぐなんだけど、あそこは動線がくそめんどくさい。検温とかの動線が入り口でやるくなくて、地下のところでやってから入場口に行かなきゃいけないから、2段階の、それがね、すごいさ、検温するようになってから行ってないからか。検診ってね、検診なんてか2、3分かしたら悪夢のリフトも行ってまいどっけ、そうそう、最終戦の強制なのね。そう、行ってまいどっけ食べたら誰かにニヤニヤしながらこっち来なくていいから。車内に忘れ物の噴水を気付けます。車内の噴水を気付けます。お出口は出口です。カイラ君の場所は、カイラ君の場所、私がスカスカで見つけたカイラ君。だってみんなさ、2軍の時なんて全然注目してなかったけど、私は最初から注目してた。私が見つけたパイロから。違う、スカウトが見つけたパイロから。しかも横スカねみたいな。いやいや、私が見つけた。で、私がこの子はもう1軍にいて、今年の後半戦には出るよって言ったら、本当に出て、もこちゃんに褒められた。すげえ、本当だ、みたいな。めっちゃいいから、この子。